はい、ちょっと今日の動画だけちょっとマスですね。動画投稿の時間です。はい、ちょっと待って、これ印象あるわ。で、俺んちなんだけど。お、あ、あれです。何？ステンレスです。だからなんだよ、ステンレスだったらなんだよ。はい、待って、ちょっとさ、お餅食べたいんだけど。うん、食べよう。お餅食べるんですか、ちゃんと。いや、俺ずっとこれ見てたんだ。あいつ食いかかった。はい、初めての料理ですよ、新居。いや、初料理ですよ。新居初料理、お餅。はい、いいじゃん。これでいいですか。はい、OK です。ちょ、サムネだけ撮っていい？はい、OK です。はいはいはい、なんか中火で焼くんだって。中火で焼こう。もっと食べたい。何行こう。なになになに、水いるの？水いるよ。え、そうやって言ってた。うん、沸騰したお湯に2分入れます。へ、うん、なんかこの家ちょっと分かりづらいね。くっさ。電源入れる。ああ、おお。はいはい。ん？ちょっと待てよ。ん？え、そういやさっきなんか、なんかさ、お前さ、ヘアアイロンさ、オンにしたままだよ。あ、ごめんごめん。ヘアアイロンオンにしたままだった話なんだ。僕やっぱ正月はお餅食べたいんですね。お餅が一番好きなんですよ、僕は。なんでね、お餅をちょっと食べていきたいと思います。マジで違いました。何？いや、違う。何？何？いや、さっきそういえば、うん、撮影する前にチラッと見たときに、うん、ヘアアイロンのなんかついてるように見えて、うん、いや、火事になってんじゃないかなと思ったんですけど、うん、切れてました。あ、止まるよ、勝手に。あ、その、ほっとくと。だし、俺撮影前にやって止めてました。あ、それなんだ。普通に時短で、時短で。 あ、びっくりした。今、もう火事になったのかと思って。なんで火事？忘れてた。あ、終わったって。これどうしようもないやつだ。はい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 、もう普通すぐ沸騰してもらおう。一旦ね。はい、料理していかないと。持ちしてこ、料理していかないと。本当に餓死しちゃうよ、この家。本当だよ、この家。本当に料理しないと大変になっちゃうよ。いや、なんもない。なんもねえな。なんもないよね。あ、魚眼で撮るとね、うん、これ今魚眼じゃないですけど、結構入ってるんですけど、見て、あ、机行きました。あ、机行きました。なんで、料理してる絵と、これあれですね、食べてる絵が2つ両方映せるっていう。ほんとだね。これ、はい、何の机か知ってる、これ。え、何？24時間生配信に作った机です。え、絶対嘘じゃん。いや、あれ、あの、ずっと作ってて置いてあったやつを、うん、今日取ってきました。絶対嘘じゃん。幻のやつね。うん、すいませんでした、その説。その説、すいませんでした。あれどうしたんですか。あれね、すごいことが起きてたんだよね、あの日。24時間生配信をしたじゃん、うん、はい、めっちゃ大変じゃん、あれって。あれめっちゃ大変ですよ。で、なんか生配信、確かハウススタジオみたいなところやってて、やりましたね。作ったんだよ、今後の企画作り、はい、自分たちで手作りしたやつを作ろうぜって、うん、割といいのできたし、うん、なんか俺田さんとかに手伝ってもらったよね。やってもらったね。で、あ、そこに置いてきた。そう、そのスタジオに置いてきて、あの、数ヶ月後に処分していいですかって来て、はいって言ったら、最悪ですよ。面白くなかった。なんなん、あれね、取りに行けなかったよね。いや、あの、めちゃくちゃ重くて。いや、てかね、あのね、搬入とかのことも考えてなくて、階段とかもあったりして、本当に間違ってた、あれは。いや、沸騰してないじゃん。沸騰して、してほしい。ちょっと見たい。割と海苔でもね、味海苔じゃないよ、これ。いや、それは、じゃあチーズ、チーズ。この家にちょっと特別なもの置いていこう。何欲しい？俺なんか一個欲しいのあったな。何？何が欲しい？ちょ、なんか俺、この家になんかプレゼント送るよ。あ、本当に？ガテラ、うん、君、引っ越したわけでしょ。うん、お祝いするよ。あ、ありがとうございます。お祝いでなんか買うよ。部屋借りてくんね。部屋借りてほしいよな、本当に。いや、普通に本当に思うわ。うまっ。でもなんかね、
なんか絶対、ん？買った方がいいなと思って。何が欲しい？特別な洗濯機とか。洗濯機はもうある。冷蔵庫ある。何が欲しい？でも買っとくわ。なんだろう。メインの企画にしよう。酸素カプセル。マッサージチェア。いや、めっちゃ欲しいもの言うじゃん、ただ。なんで？違うよ。酸素カプセル。マッサージチェア。相方として、なんか送りたいな。うん。考えよう、メイン企画で。なんか。何しようかな。成長していく観葉植物とかは大量に結構。大量にどうだろう、部屋一面ぐらいに。でも、撮影部屋とか。あ、分かった。じゃあ、なんか夢ないの、この家をこうしたら。はい、俺の人脈全部使ってやるよ。ないじゃん。みんなちょっとおもろい。俺が一生懸命やるって。お前がやるんでしょ。お前の人脈でやるんでしょ。うん、まあ人脈ではあるからね。そうそうそう、俺だから。お前じゃん。なんかねえかな、なんか芝生にしたいとか。ああ、はじめさんが昔やってたよね。うん、あれってガチ芝だっけ？人工芝？人工芝じゃないよな。ガチ芝じゃないの？ガチ芝できるよ俺。あ、じゃあさ、おじさんさ、おじさんじゃないです、リトルカンです。いや、おじさんさ、リトルカンでした。おじさんさ、リトルカンさ、うん、どっかのベランダ一個でさ、家庭菜園やってよ。ああ、いいよ。成功しなくてもいいんでしょ。そうそうそう、家庭菜園やっててくれればいい。いじめられるんでしょ、俺。命を無駄にした。怖すぎるでしょ。いや、ちょっとどっかでさ、なんか家庭菜園やってよ。いいよ、ラフレシア育てよ。ラフレシア、ラフレシアでも何でもいいけど、ダルメシアでもいいけどさ、育てよ。あ、いいやん。うん、あれ、外あるんですか？外いっぱいありますよ。あ、そうなの。うん、見に行く？ちょっと見たい。うん、じゃこれ食って見に行く。いや、ゴミ箱の表にゴミ箱置くな。いいでしょ、無駄。いや、瓶と缶とかもあるでしょ。ゴミ箱1個で全部済むと思ってる人じゃん。測ってねえし、時間。いや、でも今、あ、まだか。見て、マネージャーさんが皿とか一応持ってくる。マネーが必要最低限買ってくれました。ありがてえ。買っといてくれました。ありがてえ、ありがてえ。まだ、もうですね。もう、はい、ほんと？いける？いけますよ、ほんと。あそこの分数よくない？いや、ここ全然ダメだ。意味ねえ。沸騰するまでの時間とかね。これで、これこう、さらに分かんない。さらにじゃない。うわぁ、こういうこと？当てらってる。夢に。じゃあ俺さ、俺チーズ乗せたいんだけど。チーズ乗せるよ。両サイドチーズがいい、俺。いいよ、いいよ。全部チーズする？え？違う。違う。久々に違うって言われたわ。何が？うん、そんなに間違いをなんか否定、なんか言われたことなかったな、最近。違う。もう最悪、これお前にして。なんでなんでなんで。ねえ、ちょっとやめて。ねえ、違う、もう何してんのこれ。お布団でしょ。いや、もう、じゃあこれね、君ね。なんで？君ね。だってこれ意味わかんない。あ、いいですか。あー、落とさないでね。ねえ、醤油はねえ、おじさん、リトル缶、醤油はリトル缶、醤油、ねえ、醤油はいや、絶対美味しくないじゃん。醤油、飲む、だから挑戦するから。挑戦するしかないんだよ。おいしい。いや、嘘じゃん。それは嘘じゃん。ねえ。うん。ちゃんと思って食べようよ。詰まって、倒れちゃうよ。よく言った。弱ってどっか行ったわ。何どこ行ったの。何飲むのかな。飲むのそこへん。うん、お茶ある。右。じゃあリトル缶ちょっと取ってくれ。リトルが、うん、あれ持ってきて取ってくれ。うん、リトル缶、リトル缶、レッドブル。ちょカメラ。はい、こうしてんの。はい、こうしてそれを、うわ、うまそう。こうしてんの。それうまそうだ。で、醤油を
うんうん、あ、それじゃん。食べたい。何俺、何俺の時間て、うまー、うん、おいしい。いそりゃおいしいだろ。なんで、俺の食べ方と全然違うじゃないか。うーん、すげえ。いや、こりゃいいよ。やっぱお正月感ちょっと出ました。めっちゃおいしいわ。素晴らしい。これお餅とチーズで食べるの好きなんですよ。これが僕の一番好きなお餅の食べ方。確かにね。だから結構さ、甘いのに食べたい人も多いから、うん、これ好きなんですよ。いや、マジで。いや、一回帰ってみてほしい。申し訳ないけど、帰れるんであれば。いやいや、帰る。お金出すから。何お金出すから。おごるから。いやいや、もう飲み会。おごるから来て。いや、おごるから来てじゃないんだ。なんだ、お前さ、飲み会じゃんか。なんのおごるから来てって。いや、意外と、その寂しいからこそ、さっきまでの盛り上がりを感じれるんだ。ああ、確かにね。それはそうかもしれないね。それってさ、なんか続いちゃうじゃん。うん、その結局寂しさは来るわけでしょ。まあ、次の日とかに。いや、まあ、いや、まあ、次の日でもお前いるからね。いや、でもその落差で一回さ。いや、でももう普通に俺ずっと楽しいって言うね。じゃあタクシーで帰った方がいいよっつって。なんで時間かからんの。一回帰ってほしいわ。帰らせようとしてるじゃん。いや、だって帰ったことないでしょ、言っちゃえば。動かんないね、基本は。一回帰ってみて。いや、今度帰ろう。一回。一番に帰ろう。なんで一番に飲み、今日帰るからって俺もう守ってあげるから。いや、守んないで、なんで東海とかトミー飲もうって。いや、ごめん、トミーちょっと編集あるから言うから。いや、編集あるからよくわからない。いろいろあるから、ちょっともう今日仕事入ってるから、ちょっと編集がないんでしょ。うん、で、家帰ってくるボケですね。うん、じゃダメじゃん。いや、でもやることなんていくらでもあるわけ。まあ、あります。それそれにモチベーションが上がるじゃん。まあね。でも飲み会もやることだと思ってますよ、僕は。だから一回やんないでみて、別のやることをやってみて。ああ、確かにね。嫌です。